ネクタリスの舞台はなんと月面なんだ。すごい設定だよね。このゲームでは外地帝国が月を完全に支配下に置いてしまうんだ。彼らはさらに地球をも手中に収めようとしていて、最終兵器 MOA を開発してるんだ。恐ろしい計画だよ。でも反対する人たちはいるの？そう、収容所から脱走した人間たちがいてね、彼らが協力して月を解放し地球を守るために戦うんだ。このゲームは1面につき4画面分の広いフィールドで戦うんだよ。戦い方にはどんな特徴があるの？限られた資源を使って兵器を作り出し、敵を殲滅するか収容所を占領することが勝利の鍵なんだ。戦略が大切なのね。そう、ただイケイケで攻めると敵の戦闘機に収容所を占領されちゃってすぐ負けるんだ。難しいゲームなの？ステージによってはね、工場をいっぱい持てば一気に有利になるけど、計画的に進めないとすぐに形勢逆転されるんだ。ステージ数はどのくらいあるの？全部で16ステージあるんだ。でもね、実は裏面もあって、こっちはもっと難易度が高いんだ。裏面もあるなんてやりごたえがありそう。本当にそうだよ。シュミレーションが得意な人でも苦戦するからね。だけどだからこそ初心者から上級者まで長く楽しめるんだ。初めてでも大丈夫？大丈夫。初心者でも楽しめる要素はたくさんあるから、戦略を練りながら少しずつ上手くなっていけるよ。クラッシュ。このゲームはナグザットが PC エンジンで出した初のピンボールゲームなんだ。舞台はエイリアンが支配する異世界。この世界をピンボール台に見立てているよ。ゲームの目的は何？目的はシンプル。ボールで敵やゲートを打って1億点を獲得することなんだ。ただしこのゲームにはパスワードもセーブ機能もないんだよ。一気にクリアまで行かなきゃいけないの？そう、スタートしたら最後まで一気に行かないといけない。知らずにプレイしてテレビを明け渡さなきゃいけなくなると大変。それは厄介ね。うん。でも逆に言えばそれがこのゲームの魅力でもあるんだ。エイリアンたちのデザインが本当にグロくてかっこいいんだよ。音楽はどうなの？音楽も世界観にぴったり、エイリアンの世界がよりリアルに感じられるよ。そしてピンボールのターゲットを狙ってうまくいった時の快感がたまらない。快感ってどんな感じ？目標を定めて正確にヒットさせた時の達成感と喜びがね、もう最高なんだ。進めば進むほどボーナスステージにも挑戦できるんだよ。ボーナスステージって楽しいの？そう、ボーナスステージは点数がどんどん入るから一気にスコアが上がるんだ。でも全体としては少し単調かもしれないし、3時間はかかるからね。それでもやってみる価値はある？絶対にあるよ。ピンボールの初心者でもこの独特の世界観にすぐ引き込まれるから。そしてこのゲームには今でも熱狂的なファンがいるんだ。どうしてそんなに人気があるの？その理由はプレイしてみればきっとわかるよ。独特の世界観、楽しいゲームプレイ。このゲームは多くの人にとって史上最高のピンボールゲームとなっているんだ。だからぜひ一度は体験してみてエイリアンの世界にチャレンジしてみよう。サイバークロス、特撮ヒーローが大好きな人集まれ。このゲーム特撮ヒーロー物の魅力がギュッと詰まっているんだ。主人公は最初はただの人間。でもね、ドクターのズミン率いる悪の軍団と戦うんだよ。最初から強いの？実は最初は激弱で雑魚にやられちゃうこともしばしばなんだ。でも変身アイテムをゲットすると物語が一転するんだ。
変身するとどうなるの？3種類の変身アイテムでド派手に変身して、戦闘音楽もかっこいい BGM に変わるからテンションが上がるんだよ。ステージの終わりはどうなるの？ステージ最後にはボスが待ち受けていて、ダメージを与えるとゲームのテーマソングに変わってさらに盛り上がるんだ。難易度は高いの？実はそこまで難しくなくて、初見でも最後まで進めることが多いんだ。でもこのゲームの醍醐味はスタッフの特撮愛を感じられることなんだよ。特撮愛ってどんな感じ？細かい演出や変身のカットイン、ボスとの対決など、そこかしこに特撮ヒーローもののオマージュが詰まっていて、ファンならではの愛情を従えところに感じられるんだ。それってすごくいいね。だからこのゲームは気軽に特撮ヒーローとして活躍できるんだよ。サイバークロス、これはただのアクションゲームじゃない。特撮ヒーローへの愛が詰まった心温まる作品なんだ。わらび。このゲーム、舞台はウサギの国、でも主役はわらびーたちなんだ。競馬場でのレースがメインで、プレイヤーはわらびーにお金をかけるんだよ。育てることはないの？そう、ダービースタリオンとは違って育成要素はないんだ。だけどレース前のパドックでわらびーの状態をチェックできるよ。レースはどんな感じ？レースは周回レースでオーソドックスだけど、キャスターが熱い実況をするからとても盛り上がるんだ。ワラビーの種類は？種類は本当に多くて、全部見るのも一苦労だけど、それがまた楽しいんだ。そして競馬新聞みたいなものがあって、レースの情報やグレードもしっかり確認できるよ。ただかけるだけなの？そう、地味だけど、それが競馬のリアルな世界を感じられる魅力なんだ。競馬場で繰り広げられるおっさんたちの日々を体感できるんだよ。キャラクターはどうなの？キャラクターたちは可愛いからゲームがぐっと親しみやすくなるんだ。普通のゲームに飽きたら勝ちわらびー投票権を握りしめてみるといい。なぜか当時このゲームに夢中になったんだよね。わらびーの魅力って？多分その可愛さとレースの予測不可能さがハマる要素なんだろうね。わらびーでは、ただかけるだけじゃない。競馬場の熱気と、わらびーたちの可愛さを存分に楽しめるんだ。さあ、ウサギの国の競馬場で、あなたもわらびーのレースにかけてみよう。暗黒伝説。このゲームはね、あの魔境伝説の続編なんだ。兄弟が国を統治してるんだって？うん、でも兄が欲に目がくらんで国を暗黒で包み込んじゃったの。そんな弟はどうしたの？最初は兄に立ち向かうけど負けちゃって塔から突き落とされるんだ。でも諦めないんだよ。それからどうするの？奇跡的に生き延びて近くの剣を拾ってね。再び立ち上がるんだ。かっこいいよね。ゲームはどんな感じ？横スクロールのアクションでジャンプや武器が使えるよ。特にその炸裂弾が強力で、地面に当たると大爆発するんだ。敵を一気に倒せるのね。そうそう、でも使いすぎると後で困るんだ。必要な時になくなってすごい痩せるんだよ。
武器は他にもあるの？あるある。3種類の武器があってね。それぞれ強化もできるけど、バランスが大事なの。難しそう。敵のパターンを読んで適切な武器を選ばないとね。ちょっとした戦略も必要なんだ。雰囲気はどうなの？全体的にかなりダークなんだ。でもダークな世界観が好きな人にはたまらないよ。少し怖いかも。確かに不気味な雰囲気がプレイをさらに引き立てるけど、その分勝った時の達成感は大きいんだよ。アクションゲームが好きなら挑戦してみる？そうそう、ダークな世界を楽しめる人には間違いなくおすすめだよ。ジパング、高嶋政宏と安田雅美が出演する映画とのタイアップ作品なんだ。主人公は何をするの？主人公、地獄極楽丸が黄金の国を目指すんだよ。そのためには伝説の七義塔が必要なんだ。ゲームのジャンルは？このゲーム、実はソロモンの鍵によく似ているんだ。でも、ちゃんとテクモのライセンスがあるから安心して。操作方法は特殊なの？アーケード版を元にしているから、上ボタンでジャンプ、石の術と火の術のボタンが逆になってるの。ファミコン版に慣れてると混乱しそう。でもね、設定でファミコン版風の操作に変えられるんだ。当時としてはかなり親切な設計だったんだよ。進行に便利な機能は？パスワード機能で途中から再開できるし、隠しステージや真のエンディングがあるから飽きないんだ。他のゲームに負けない魅力があるのね。そうなんだ。ただ一つだけ気になるのが、ヒロインのグラフィック、もう少し何とかならなかったかな。グラフィックも大事な要素なのね。そうなんだよ。でも全体の楽しさは変わらないから。ジパング探索の冒険、いろんな意味でドキドキするよ。操作設定を変えることができるのは良いわね。プレイヤーが自分に合った方法を選べるからね。まさに映画とゲームの良いとこ取りって感じだよ。私も黄金の国ジパング見つけたいな。じゃあ二人で黄金を目指して冒険しよう。さあ、ジパングの世界へ出発だ。まずこのゲームはカプコンが昔リリースした名作の続編なんだ。主人公のソンソンは牛魔王によってファミリーをさらわれてしまうんだ。それでソンソンはどうするの？彼は単身でファミリーを取り戻すため全7ステージの旅に出るんだよ。彼の武器、如意棒を駆使しての接近戦が醍醐味なんだ。接近での戦いって怖くない？確かにスリリングだけど、それがソンソン2の面白さ。でもね、敵は素早い動きをするから集中力が必要なんだ。負けることもあるの？あるある。気を抜くとすぐやられちゃう。だから常に戒めが必要。でも安心して、ステージにはお店があってね。そこでソンソンの体力回復や能力強化ができるんだ。お店での買い物は大切なのね。そうそう。だけどお金は敵を倒して稼がなきゃいけないから、ガメつく行きすぎると思わぬミスを招くことも。最勇気のキャラは登場するの？サボジョーや三蔵法師などおなじみのキャラが手助けしてくれるよ。だから原作の雰囲気もしっかり楽しめるんだ。ゲームのシステムについてもっと知りたいな。実はこのゲーム、カプコンの別の作品ブラックドラゴンを元にしているんだ。それを知ってるとソンソン2の新鮮さと懐かしさのバランスが楽しめるよ。ブラックドラゴンとの違いも探すのが楽しそう。